木村拓哉さんですよね。やっぱりそうだ、木村拓哉さん。すごくない？すごい。握手してもらってもいいですか？まずい。一体キムタクはこういう時なんて返すんだろう。今の俺は誰からどう見てもキムタクなんだ。心までキムタクにならなければ、キムタクの評判を下げるわけにはいかない。下手なことを言えないぞ。考えろ、考えるんだ。キムタクはこういう時なんて言うんだ。考えろ、きっとキムタクなら。粘土を食ったことある？マッスル竹井の怪力クッキング。竹井さん、今日作るのは何でしょうか？今日作るのは愛情たっぷりハンバーグです。お、ちっちゃい子から大人までみんな大好きなあの料理ですね。さあ早速こねていきましょう。こうやってね、愛情たっぷり入れて作ることがポイントです。お、出ました、竹井さん手慣れてますね。で、フライパンの上に乗せた時に少し真ん中をこうやってくぼますと、竹井さん、竹井さん、あ、すみません、多分これ船底行きました。これまたちょっと力みすぎちゃいました。お待たせいたしました。1回戦第2試合、智弁学園高校対帝京高校の試合を間もなく開始いたします。うらどり今日はガラキテで飽きて、カッタリアブリアこれもこれでバイバイで、誰で誰で頭ん中呼びかける声は、あれが欲しい、これが欲しいと歌って、お疲れ様が欲しいと待ってないですね。うんうんうん、オッケーオッケーオッケー。右からズボンはけ、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 手握ってくるな、ズボンはけ。さてと、仕事しますか。お、寝てる寝てる。梅宮アンナってもう50歳らしいよ。いやいやいや、だからお前もうさっきからずっと魔法の言葉喋ってんのか。まだお前にしかわかんないよそれ。だからもういいよ、もう話になんない、もういいって。もう宇宙の風乗っとけよお前。もうはい、もういいです。はい、もうさよなら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 。はいはい、チェリー野郎。マッスル竹井の怪力クッキング。さあ竹井さん、あれ何ですかその格好は。へいらっしゃい、何握りやしょうなんてね。今日はお寿司を握っていきたいと思います。あ、出ました、お寿司ですね。いや似合いますね、板前の格好が。その世界でやっていけるんじゃないですか。あ、本当ですか。じゃあ早速何握りやしょう。じゃあそうだな、まあじゃあ早速マグロいっちゃいましょうかね。あいよー。お、竹井さんやっぱりうまいですね、手慣れてますね。はい、マグロお待ち。すいません、何やってるんですか竹井さん。もうこれ多分またこれ行きましたよ船底。もうなんで毎回船でやるんですか。これはな、わしがインターハイで初めてもらったイエローカードじゃ。え、ガリレオじゃね。え、あれガリレオじゃね。え、ガリレオ。ガリレオ。え、マジだマジだ。ガリレオ。え、ガリレオ。え、ガリレオ。本物。ちょっと、なんか飲んだっすね。書かせて、書かせて、書かせて、ガリレオ。書いて、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 なんか書いて。おー、すげえ。すげえ、すげえ、すげえ。実に、おもしろ。おー、すげえ。まんまだ。